ザーでユニバーサルミュージックからデビューアルバムプレシャスをリリースされております。その他配信からステージイベント、そしてミュージカルの、ね、あのメインボーカルのさまざまなものを務めてらっしゃるんですけれども、ラジオでもねこの奥へにおなじみのお客様も今日はあのファンの方多いと思いますよ、では、こちらジャパンライブエールプロジェクト2020 宮崎ミュージックフェスティバル2020のオープニングステージを飾ってくださいます李星さん、よろしくお願いします。こんにちは、李星と申します。今日は30分ぐらいですねお時間をいただきましたので、ぜひ音楽を、元気と癒しをお届けできたらなと思います。ぜひ最後まで楽しんでいてください。はい、それでは1曲目お付き合いいただきたいと思います。私の大好きなアーティストアリシア・キーズという女性のナンバーから If I Ain't Got You。私がちょっとあの作詞作曲をさせていただきまして、宮崎らしいような、メロディーの曲を、作りましたのでお付き合いいただきたいと思います。それだけでありがとう。Don't you-
できること始めよう。重い話や暗いニュース、塞がれる心と体、大きな変化についていけない日々。でも言葉がある、仲間がいる、勇気が出る、笑顔になれる。名前の由来ちょっとお話しさせてください。私のおばあちゃんがですね、リセというカタカナでリセって書きます。で、私の本名がユウコっていう名前なんですけど、おばあちゃんの名前とユウコのユウをつなげてリセユという名前で、宮崎市を中心に活動しております。どうぞよろしくお願いいたします。地元宮崎ということで、宮崎のご当地ソングを、ご用意しております。実はですね、延岡ご出身の金子博則さんというフォークシンガーの方が作詞作曲をしていただいて、で私が歌を歌わせていただいております。宮崎の、ね、いろんなところにこの曲が届けばいいなと思って、ちょっと切ない恋愛ソング、ちょっと歌謡曲の懐かしい雰囲気のある曲になってます。それではお付き合いください。巡り会再び宮崎。として開催させていただいて、私も、こんなステージをいただけて本当にありがたいと思っております。どうもありがとうございます。はい、それではちょっと、私はですね、ブラックミュージックが結構大好きで、いろいろカバーさせていただいているんですが、ちょっと懐かしいナンバーを1曲お付け、いただきたいと思います。日本語で君の瞳に恋してる、ご存知の方も多いかと思いますが、 Can't take my eyes off you という曲、お付き合いください。You.
just too good to be true. Can't take my eyes off of you. ホームページリセイユという名前、RISEYU か、まあ、カタカナでもリセイユでも大丈夫なんですが、検索していただくとホームページ、Facebook とか YouTube とかいろいろ出てきますので、これからのライブも告知させていただきます。どうか、ね、また遊びに来てくださったら嬉しいと思います。最後に1曲だけお付き合いください。よくリクエストをいただく曲なんですけれども、スティービー・ワンダーの、とてもかっこいいナンバーをお届けしたいと思います。これからどんどん、宮崎の街が大きく盛り上がっていくことを、願って、でこの曲もですね、すごく背中を押す励ましの曲、くよくよするなよっていう、メッセージのこもった曲になっています。それではお付き合いください。 Don't you worry about a thingWhat? Hey, don't you worry about a thing.
付き合いいただきありがとうございました。アルコール、ありがとうございます。アルコール、アルコール、アルコール、アルコールですね。徐々にね、やっぱりこのステージに立つ姿勢がもっと
っぱい見たいし、で新しい作品の発表も楽しみに待ってらっしゃるファンの方もいらっしゃるし、ありがとうございました。ともに頑張っていただきたいと思います。ちょっと涙ぐらいじんときちゃった。本当に私もまさかマスクをしてステージに立つ日が来るなんて思ってもみないもの。あの11月にはまたライブでちょっとお話しになりました。そうですね、そういう計画がいつかあるんですか？はい、またあの宮崎の街であのいろんなライブハウスでですね、はい、開催が決まっておりまして、また、はい、またその決定次第というか時間スケジュールなども決まり次第いろんなところで告知をさせていただきますので、はい、お願いいたします。今日はあのベースとピアノで聴かせていただきましたけれども、はいはい、あのその他どんなスタイルのライブとか。そうですね、最近はですねこのような形アコースティックの、バンドと、あとは、フルバンドで、この前はですねあのトランペットとかトロンボーンまで入っていただいて、西立のですね、はい、ミュージックフェスティバルこの前開催された、先週の日曜日に開催されたところではフルバンドで、出演させていただいたんですが、またブライが入るとアーティストですね、またすごくいろんなあの声をいただきまして、はい、これからもいろんな方たちと一緒にあの演奏をしていきたいなと思っております。はい、さあそしてステージだけではなくてリセイさんのお声ラジオでも聞くことができますよね。はい、はい、そうです。はい、日曜日の7時からですね。今日ですよ。はい、そうです。今日夕方7時から夕方7時から、サンシャイン FM 76.1 の方で、ミキのフォークビレッジといってフォークソングの方の番組に毎週あの出演させていただいております。でそちらで私も生歌コーナーというところで、はい、今回も歌を1曲歌っておりますので、よかったら今日は何が流れるんですか？今日はですね、私の曲ですか？はい、今日はですね、今井美樹さんの曲を歌わせて、Peace of My Wish という希望のかけらと、はい、そういう素敵な曲を歌わせていただいております、はい、今日のイベントね、6時45分くらいまであるので、はい、それ終わったら帰りながらね、せいさんの私ね、ぜひラジオアプリでも聴けますので、はい、私はですね、いただければと思います、はい、オープニングを飾ってくださいました、リセイさんにもう一度大きな拍手